それでは第24試合ライト級ワンマッチ71キロ以下西谷大成 vs 池澄達也戦に出場する西谷さんにインタビューしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。まあ、早速なんですが、はい、まあ、明日本番ということで、はい、率直な今の感想をあればぜひお願いします。はい、まあ、元々この僕の相方がこの前あの3日ぐらい前の試合で今帰ってきたばっかしなんですけど、はい、まあ、毎日僕ら練習してるんで、うん、まあ、明日が試合っていうからってその大きなこう気持ちの変化とは特にないんですけど、はい、まあ、高い1分サルド1分をどういう風に倒すかなっていう感じですね。あ、なるほど、はい、でも結構ワクワクしてる感じなんですかね、明日に関して。まあ、ワクワクというか、まあ、やるべきことをやればしっかり勝てるかなとは思ってますね。なるほど、はい、まあ、あのオーディションの時に対戦相手がもうルール何でもいいよと言ってきたんですが、はい、その時どう思いましたか。あ、まあ、何でもいいなら俺も逆に僕のは何でもいいですからね。僕は MMA なんで、はいはいはい、寝技も立ち技でもどっちもいいんですけど、うん、逆にボクサーが何でもいいのってびっくりしましたね。今回キックルールということなんですが、はい、それに対してはどうですか。いやー、ボクサーはキックできないですからね、うん、普通に考えて。それで、まあ、キックでやるっていうのも、まあ、向こうもすごいと思いますけど、はい、まあ、普通に勝っちゃいますよね、僕は。あ、結構自信満々ですかね。はい、そうですね。なるほど、ございます。では最後に視聴者の皆様に一言お願いします。まあ、皆さんをしっかり盛り上げるようなね、まあ、勝って当たり前って多分思われてると思うんですよね。まあ、思われても構わないんで、それをしっかり見せるような試合を見せていけたらなと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。明日頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。